7月4日、アイビーが1年前に生まれた日なんですよ。今日、アイビー初めてのお菓子、1歳になってね、食べれるものが増えたので、やっぱさつまいもとか消化にいいものって、あんまり1歳だとね、まだね、未発達なんでね、弱いんでダメなんですけど、今日は柔らかの牛すじというね、お菓子を買ってきましたので、アイビーちゃんほら、これ後であげるからね、みんなおめでとうって言ってますね。で、犬飼ってる方もしいたら、まあ、多分皆さんもしつけとかされてる段階だと思うんですけど、まあ、ちょっとでも参考になればと思います。はい、お座りでしょ。待って待って、こっちこっち、はい、こっち行って、はい、お座りし、お座りですね。お座りも、ね、結構5分ぐらいかかりましたね。でこの子ね、お手っていうとね、両方やるんですよ。し、お手、これがアイビーのお手なんですよね。まあ可愛いからいいやと思って、はい、お手、待って、伏せ、伏せは伏せの、し、伏せ、そう、伏せでしょ、伏せ、そう、待てでしょ、待てでしょ、待てでしょ、待てだよ。でね、ちゃんとね、この待てって言った時にアイコンタクトさせるんですよ。こっち見ちゃう犬が多いんですけど、アイコンタクト、待てでしょ、アイコンタクトさせるんですよ。はい、そうで、アイコンタクト初めにしない場合は、待って、お座り、し、餌とここの線に自分がいますよね。で、餌をこっちに持っていくんですよ。で、自分の、待てだよ、待てだよ、それでも自分の目線を見ていたら OK なんですよ。よし、はい、っていう風にね、ちょっとしつける時に参考にしてみてください。こう餌を追っかけちゃう子が多いんですけど、そう、必ず目線、アイコンタクト合わせれるようにするといいです。伏せ、伏せね、それアイビーの伏せね。伏せ、伏せ。チューもね、覚えさせたんですよね。チューはですね、アビ、お座り、セットでしょ、チュー。ちゃんとチューして、チューは、わーいて。はい。お座り、待って待って。バキュンバキュンできるかな、アビ、バキュンバキュンは、バキュンバキュン、ちゃんと落ち着いてよ。アビ、バキュンバキュン、アビ、バキュンバキュンは、お座り、バキュンバキュン、バキュンバキュンは、待って、お座り、セット。そう。でしょ、バキュンバキュンは、はい、バキュンバキュンは、バキュンバキュンのやんの、そう、バキュンバキュン、撃たれた撃たれたって、そう。バキュンバキュン。ブキュンブキュン、メイクだー、ブキュンブキュン、すごい子だ。はい、じゃあ次、待てでしょ、待てでしょ、いきますよ。これ最近覚えさせたんですけど、この辺ね、あー、もうして、待て待て、おさりし、待て待てね、チン鳴らして、チン鳴らして、はい、いい子だ。いい音、音聞こえない、もう一回鳴らして、音聞こえないよ、アイビー。そう、いい音、いい音ですね。じゃあちょっと今日ですね、新しいお菓子、こちらをね、初めてあげてみようと思います。こちら、ゴンタの巻き巻きささみ牛すじ。まだだよ。お座りはシットでしょ、はい、はい、シッ、シッ、押さなくていいよ、あ、押さなくて、はいはい、ちょっと待って、シッ、押さなくていいよ、あ、押さなくて、はいはい、ちょっと待って、待てだよ、初めてですよ、これ。アビよ、ちょっとびっくりしたね。よ、まだだよ、チン鳴らして、チン鳴らして、チン鳴らしてってでしょ、チューじゃない、チン鳴らして、アビ、はい、待って、チン鳴らして、ちゃんと鳴ってない、聞こえる、はーい、これ。じゃあお座りは、待て、食べれる、これ、いきますよ。あ、すごい、ちょっと不思議そうに、どうですか、新しいお菓子どうですか。牛すじですよ、大丈夫。なんか涙流して、おいしい、おいしい、どうですか、ほらカメラのみんなに、わー、撮っちゃった撮っちゃった、そう、すごい、撮らないよ、もう食べた、早いね、おいしかった、これダメ、1日にね、ちょっとこれはね、1本しかダメなので、もう牛すじがすごいたまらんかったらしいですね。あれ、ほら、そんなにいいの、クッキーあるのに。気づいた。チン鳴らして、ちゃんと鳴らして、聞こえてないよ、チン鳴らして、チン鳴らして、ちゃんと鳴らして、はい、なんだっけな、チンをね、しつけた時どういう風にしつけたかなんですけど、お座りして、でお菓子をあげる時にここにね、持ってって、ああ、鳴らしたね。で初めにね、やっぱ わけ分かってないんですよ、これは。で偶然手が当たるように持っていくんですよ、こっちが。で手が当たった瞬間に餌をあげるっていうのを繰り返します。それを繰り返すと、だいたいこの子の場合は20、10分ぐらい覚えるかな、一つの技が。はい、
これも気に入ると本当にすごい鳴らすんで、で音が小さいと本人も分かってて、どういう仕組みになるか分かってなくても音が鳴るともらえるって分かってるんで、ちゃんと鳴るまで待たせてあげるといいです。あれあれあれ、最後にじゃあチンやって、チンはここでチンできる、あれチン鳴らして、こっちこっちこっちチンここだよ、チン鳴らして、チン鳴らして、もうチューじゃない。ちょっと最後に見せて、見せて、見せよ、ここに見てて、はい、落ち着こう落ち着こう、一回落ち着こう、大丈夫です、一回落ち着こう。牛すじが欲しかった、欲しかった、はい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 、大丈夫大丈夫、はい大丈夫、はい、はい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 、こら私がね、生放送の時にね、だいぶね、こうちょっと高めの声でこうバーって話すじゃないですか。そうするとあんまり犬はね、良くないんですよね。落ち着いたトーンでやっぱり話してあげないと興奮したんで。くくりみちゃんね、ちくりたにゃーくん、ほら落ち着いたっていう風にちょっと喋る声とかトーンとかで犬もね興奮しちゃったりとかするので、結構ね動画やってる時に結構暴れちゃうのはそれもあると思うんですよね。こうやってちょっと落としてトーンを落ち着くとね、犬がね人のどこで寝るかによっても変わっててですね、足元で寝る場合は飼い主のことをこう上だと思ってて、結構群れとかでもリーダーの足元とかで寝たりとかするらしいんですよ。でこの子お腹で寝るか、まあいろいろ足元で寝るときもあるし、頭で寝るときもあるんですけど、で頭の上とかで寝るときたまに寝るんですよ。は2つあります。飼い主の方が舐められてる、下に思われてるか、もしくは守ろうと思ってるっていうのがあって、多分アイビーはね守ろうと思ってくれてるんじゃないかなと思うんですよ。なんでかっていうと、この子大体寒いから布団の中に潜ってお腹ら辺で寝るんですけど、たまに上に出てきて私の枕元でお座りしてこうやって見てるんですよなんか物音が聞こえた時とか、なんか明らかにこれなんか多分私を守ってくれてるつもりなんだろうなと思ってるんですけど、皆さんワンちゃんどこで寝てますか？ケージとかかな。で意外とこの寝る位置とかでね分かるから面白いですよ。湯たんぽ、湯たんぽ代わりにね、確かに抱っこ、そうですね、こうお腹で寝てるの可愛いですよね。この辺でもう無理やり引きずり出してここにさせますけど、チャイムが鳴ると吠えるのとか、あと無駄吠えに関して、多分チャイムが鳴ると吠えるのは番犬代わりだと思うんですよ。こう知らないものが来たっていう時に不安で、だいたい犬、この子もね結構吠えるんですよ。この間の福袋の時とかもそうですけど、人がね外を通ったりとかするとすごい吠えるんですよ。それでね、でそれに関して私の場合は番犬にもしたいので、まあいいかなっていう感じであんまり怒ってないんですけど、もしそういう無駄吠えとかチャイム鳴った時とかに吠えるのもやめさせたかった場合、あとまあこの子も多分若干あると思うんですけど、もう好き、そうそうそう、そういう時は犬は大体怖がってるんですよ。怖がってるし守ろうとしてるんですよ。なので飼い主が守ってあげるんですよ。飼い主が大丈夫だよっていう風にやってあげると割と大丈夫だったりします。結構あと他の犬と会った時とかにワンワン吠えたりとかするじゃないですか。で最近気づいたんですけど、散歩とかしててこう、まあ、この子も若干そうなんですけど、ワンワン吠える時って犬が人間より前にいるんですよ。で犬に引っ張られてる人がっていう感じで散歩してる犬こそ結構吠えたりするんですよね。でちゃんと人間の後をね犬がついてきてる場合とかだと犬吠えないんですよ。なんでかっていうと、犬が人間のことをちゃんとリーダーだと思ってると安心しますよね。だからね、だいたい犬が吠える時っていうのは不安がってることが多いので、飼い主がちょっと堂々としてあげたりとかっていうだけでもだいぶ変わるみたいです。怒ればいい、まあ怒った方がいい時ももちろんあるんですけど、怒ればいいっていうことでもなくて、その吠えてる理由とか犬の気持ちによってはね、ちょっと臨機応変に対応してあげなきゃいけないかなっていう、こうクンクン言ったりとか何もない時に吠えてるのはもうダメって言って言うか、もしくはもう無視ですね。かまってほしいからクンクン言ったりとかしてることが多いので、だからちょっとこの間もねだいぶ吠えてたんですけど、もう無視が一番なんですよね。ぜひぜひこう人間がね大丈夫だよってこう堂々としてあげたりとか、あと犬がねこういう風にねもうねもう落ち着きがない場合はですね、こうさっきみたいにこうここ触ってあげたりとか、はいはい大丈夫大丈夫大丈夫、こんなになっちゃいました
大丈夫でしょ、大丈夫でしょっていう風にこう近くで伏せとかさせると、散歩中とかだったらいいし、あの普段だとこう背中トントンやってあげると結構落ち着くので、恐怖感とか不安がなくなるって言われてるみたいですね。まあワンちゃんにもよると思うんでね、その子の性格とか、ちょっとまたなんか好評そうだったら、そういう犬のなんか勉強した知識とか皆さんに共有していきます。先生、私もできてるわけじゃないけど、そんなに。あ、そうそう、で犬とか猫を飼うとですね、すごいんですよ。やっぱこう人生の幸福度が上がるって言われてて、満足度も上がってミスも減るっていう風に言われてて、でプラス一人でいる時と、犬とか猫、これ実験は猫だったんだけど、猫といる時、あとは人間の誰かといる時で比べた場合、一番、ミスが少なかったりとかストレスからの回復が早かったのは、普通好きな人とか人間とね、二人で一緒にいると良さそうに見えるじゃん。それを上回って、動物と自分一匹と一人の方が一番良かったらしいですよっていうね、ぐらい犬とか猫は結構人生のその幸福度とか満足度を上げてくれて、ストレスからもね結構すぐこう立ち直りやすいって言われてるので、ぜひぜひ犬も猫もね一緒ね。誕生日でね、あとの誕生日1歳になりました。これからもよろしくお願いします。チュッ、最後にチュッ、チュッ。